今日のランチ会は愛さんが企画してくれたんですよね。そうそう、本当は裸の付き合いってやつが一番なんだけど、とりあえずは同じ釜の飯からってことで、美味しいご飯を食べながら愛さんたち分かり合おう。うんうん、おかずの交換なんかもしてさ。歩のお弁当すっごい美味しそう。お母さん料理上手なんだね。私とお母さんで作ってるんだ。お休みの日に作り置きをしたりしてね。いいなぁ。愛ちゃん、味見してみる？はい、どうぞ。あーん、うんうん、うわぁ、おいしい。アスパラだけに、あー素晴らしい。歩むお嫁さんに来て。久しぶり。うんうん、呼んで、メッセしてよ。ですよね、廊下でも学食でも先輩同級生下級生問わず。ああ、ごめんごめん。で、歩がうちに嫁に来る話だっけ？違うよ、それはいいとして、愛ちゃんってほんと友達多いよね。私たちも話したことはなかったけど、愛ちゃんのこと知ってたし。どうやったらそんなにみんなと仲良くなれるの？普通に？友達と喋ってるとこに友達の友達が来て、こんにちはって挨拶して、こんにちはって返してくれたらもうお友達みたいな。友達になったら遊びに行くでしょ。さっきの子たちと行ったカラオケでも、受付のところで座ってた子に話しかけたら靴ずれしたって言うんで、絆創膏をあげたら一緒に歌おうってことになって、なんか自然に増えていかない？私、初めましての人とはあまりうまく話せないから尊敬する。何？褒め殺し？そんなに愛さんの最新のダジャレ聞きたい？私も君のこと好き。でも本当に愛さんのコミュニケーション能力の高さは見習いたいです。愛ちゃんならではのやり方だから真似するのは難しいけどね。ダジャレなら練習すれば見習えるかな。マジでか、いいよ。早速これ食べたら特訓だよ。ダジャレもダンスも日々の訓練が大事だからね。